グルテコ。おはようございます。おはようございます。飲んできたんですか？はい、これスポ飲みました。これなんで飲んだかっていうのは来週のグルテコをご覧ください。大丈夫ですか？そんなの飲んで。もう今はもうバッキバキになります。右ち山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。何ですか今日マジで。本当に久々に俺何にも知らないやつじゃないですか。そうなんです。本日は、はい、YouTuber さんとかが、はい、質問コーナーっていうのをやっぱやるじゃないですか。はいはい、やってますね。女の子とかね、アイドルの子とか。そうですそうです、うん、で、あの山崎裕太さんっていう人を、うん、まあ、このグルテクから知った人もいるかもしれないということで、まあそう、うん、たまにね、そういう人いますよね。はい、うん、グルテクは面白いんだけど、うん、この人って結局どんな人なのかって知りたい視聴者さんがいると思うので、ほうほうほう、今日は100問、はいはい、ゆうたさんに質問を。おー、山崎ゆうたのこと100問、ね、全てですね、はい、即答で、はい、考えちゃダメなのねっていうのと、やっぱ YouTube テンションとテンポが大事なので、はい、いつもよりか20倍のテンションで答えていただきます。それでは始めさせていただきます。はい、お名前は？山崎裕太です。はい、年齢は？40歳です。はいする、はいって言うな。テンション20倍上げろって言うから。あ、テンション上がるときはいって言うんだ。そう、子供とか怖くて言うじゃん、はいとか言うじゃん。ああ、言う言う。生年月日や。1981年3月8日です。血液型は？ AB 型です。身長は？170センチです。体重は？今は60キロぐらいです。今何問目ですか？8問目。靴のサイズ教えてください。26.5 です。出生地と出身地を教えてください。秋田県生まれ、東京都育ちです。デビューは？3歳です。つまり芸歴は？37年です。初めてこの世界でお仕事したのは？モデルの広告です。初めて出演した作品は？だからそのモデルの広告です。何の僕、島村違うな、ちょっと僕覚えてないです。好きな食べ物は？お酒のおつまみ全般。嫌いな食べ物？ないです。好きな中華料理？エビチリ。中谷園の麻婆春雨。あこさん風にお願いします。麻婆春雨。あなたは何をしてる方なの？役者をしてる方です。スイカとメロン、どっちが好き？メロン。妹の名前は？メロン。メロンさん、お元気ですか？お元気です。あったの長所は？人をすごく見てるところ。短所は？理屈すぎるところ。お手手のシワとシワを合わせて？幸せばか。山崎さんは今幸せですか？幸せです。お仏壇の長谷川。好きなサーティワンのフレーバーは？ポッピンシャワー。山崎裕太のグルテク。のどぐろ？ジオ。博多の？シゲオ。もし俳優じゃなかったらやってみたかった職業は？ダンサー。その職業のモノマネをお願いします。ダンサー。1、2、3だ。どこまで言えば3だ。3、2、1。キュッ。スタッフのゆりくんの好きなところは？真面目なところです。ゆりくんの持ちギャグを全力でお願いします。はい、ボンダーメのオブラートの中身だけで食べて、オブラートペ。ボンターメのオブラートだけ舐めて、あとはペ。オリンピック見てますか？見てます。一番好きなスポーツは何ですか？サッカー。可愛い顔してください。怒った顔してください。もう一回可愛い顔してください。ポケットからキュンです。それをあとカイさんのモノマネで。キュンです。あなたの風はどこから？ペンザブロック。私のはどこからですか？外から。尊敬している俳優はどなたですか？自分自身です。その方のモノマネお願いします。山崎裕太です。信号機の色、赤、黄色、もう一つは？青。ガガーリンを言った地球は？青かった。マイケル・ジャクソンは？ポー。山崎さんが好きな YouTuber は？好きな YouTuber、自分、グルテク。銃を英語で言うと？テン。ブルーマウン。テン。テレサ。テン。ブユー。テン。 This is a ペン。お尻ペン。ペン。ボール。ボール。
ペン王林のラン胡蝶ラン文武ラン中村正義生まれ変わったら何になりたいですか？生まれ変わっても自分になりたいです。芸能界で最も仲いい人は誰だろう、いっぱいいるんだけどな、ウーバーワールドの拓也。うん、本当に仲がいいんですか？仲いいです。本当ですか？本当です。でも今日は仲いいです山崎優太の山崎優太のお料理万歳好きな女性のタイプ？ないです。好きな女性の仕草？ああ、僕口の中唇噛むんですけど、女性がこれやってるのもちょっと好きです。こういう口の中皮噛む仕草好きです。男性のタイプは？男性？頭いい人。1は英語で1。お台場にあるのは東京1。犬の鳴き声は1。猫の鳴き声はね。もし可愛くお願いします。にゃん。秋に食べたくなる魚は？サンマ。アカシア？サンマ。マツケン？サンバ。チャ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 。うん。あっぱれ時代、内山雄二さんから何と呼ばれてましたか？内山雄二さん。内山雄二さんから何と呼ばれてましたか？ゆうたか山ちゃん。山ちゃんは武田鉄矢さん風に言うと？やめちゃん。あっぱれの有名なエンディングテーマは何でしたっけ？記念樹。忘れちゃったので少し歌ってみてください。校庭の隅にみんなで植えた記念樹。あなたの夢を教えてください。登録者数1万人。好きなコンビニ？セブンイレブン。あなたとコンビニ？ファミリーマート。セブンイレブン駅分、うん、すぐそこ。サンクス。街のホットステーション。ローソン。絹にパンパン。絹にパンパンパン。クワガタとカブトムシどっちが好きですか？カブトムシ。相川翔さんなら何て言いますかね？クワガタバロナ。鳥町版ドラマ GTO の主題歌は？ポイズン。忘れちゃったのでワンフレーズ歌ってください。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。布袋寅泰さんが歌うと？カヨチン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 サンサンドンサンチンダンサンバン。おそばとおうどんどちらが好きですか？おそば。キツネ。たまき。天ぷら。タンタンタン。お肉。タンタンタン。うどんうどんうどんスープ。へえ、そばだっつってんの。山崎言ったの？グッてくる。何回やんだよ。以上です。終わりかよ。何だったよこれ。でも今100問中、はい、3つぐらいでしたね。何ですか？間違えたの。不正解あったよ。ありましたね。不正解って何なんですか？質問だっつってたのに不正解って何なんですか？不正解発表してください。なんか今何問目ですかって7問目だったんです。今何問目ですか？8問目あそんなもん急に来られたら分からない普通あなんで皆さんテストやってらっしゃったんですか？山崎優太テストをしてたんですか皆さん？あと49。そう、あ、そう、もう一回言いますよ。お前らすっごい楽しそうだね。ガガーリンは言いました。地球は青かった。信号機の色赤、黄色、青。マイケル・ジャクソンはフォー。ほら、そこなんだよ。なんでそこ青じゃ、フォーだもん、マイケルは。そうだけど青じゃないから、それフォーと青だろ。じゃあ青。違う、フォーが先だから。じゃあフォーって言った後、青って言ってください。じゃあ青って言わない、フォーだもん、それ。ボンブラン中村アン。違う、なんか違う、ボケた方がいいのかなと思っちゃうわけ。そうね、うん。山崎優太の山崎優太のお料理万歳。あ、そうよ、天ぷらがね、残念だった。歌詞が出てこなかった、うん、あと、ね、でも、まあ、曲が分かってるけどね、うん、答えはね、月見と東丸だった。ああ、そうかそうか。ちょっとちなみにすみません、これどういうあれなんですか？いや、これを見た人は全部わからなくていいんだ。いや、わからない。一番仲のいい人のところで、うん、じゃあ電話してくださいって言う人が多いし、竹谷さんちょっと厳しい。そうそう、人によってお願いしようかしないか。誰だと思ったの？じゃあ、まあ、これだったら秋吉だったら失礼だなって。ああ、でも、もう竹谷か一社か迷ってる。ああ、ちょっとクイズ形式のものとか、今後その、なんだろう、お勉強とかじゃなくて、ちょっとこういうクイズ的なことをやっていこうかなと思って。これ定期的にやるの？そう。最終的に1000問ぐらい答えることになるじゃん。
まあ、うーとかへーとか答えになってねえけど質問の答えではないけどね。でもやっぱりいろいろ知ってるなっていうのが分かりましたよ、これで。いやでも良かった、面白かった。でも楽しいのは君たちだけだよね。いや楽しい、めちゃくちゃ面白かった。視聴者の方は相当楽しい。俺全然面白くなかった。ボケなきゃいけないのかとか、はい、いろいろ考えちゃったから。いやいや、そんな今までの企画で一番面白かった。今までやったの何だったんだろう。本当だよ、こんなこと言って俺が締めんの。終わってっく、うまい、うまくない。激レアジュース選手権、やっていいの、やるよ。よしよしよし、ここにやろう、いっぱい。山崎優太のグルメ的に。やばい、これはちょっと待ってよ。大丈夫ですか、これ。グルテク